こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。本日は誰でも高品質なアプリを作成できるリプリットエージェントがすごいので徹底レビューしていきます。ミキミキウェブスクールチャンネル登録してね。チャンネル登録後通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます。先日こちらの動画で簡単にアプリを作ることができるボルトニューについてご紹介をしていきました。 この volt.new もかなりすごくて、たくさんの方に見ていただいたんですが、さらに複雑な Web アプリを作成することができるのが、今回ご紹介するリプリットエージェントなんです。今も時代の流れは、このアプリ開発も自然言語で生成できるようになってきていますね。プログラミングの知識なしでも、誰でももうエンジニアになれる時代です。 リプリットエージェントもかなり簡単なので、今日はこちらについて詳しくご紹介していきます。はい、今回はですね、こちらについてご紹介をしていきます。最後にはですね、アプリを生成することができるボルトと比較していきます。こちらがリプリットエージェントのサイトです。こちら概要欄にリンク貼っておきます。こちらはですね、無料でも使うことができます。サインアップフォーフリーから登録を進めていきましょう。ログインが完了するとこちらの画面になります。 ここからですね、開発を進めていきます。これだけ見るとちょっと難しそうな感じがしますよね。英語だし、できるかなという感じすると思うんですが、簡単です。もうここの紫の枠の中に作りたいアプリのイメージを入力していくだけです。しかもこれ、日本語でも OK です。To-Do リストを管理できるアプリを作ってと入れていきます。 これでスタートビルディングを押すだけです。めちゃくちゃ簡単でしたね。何にも複雑ではありません。じゃあこちらでコンティニュー押していきます。そうすると画面が切り替わりまして、はい、アプリを作ってというメッセージをもとに、リプリットエージェントが考えています。こちらで今、もうこのトゥードゥリストを作っているんですね。はい、出てきました。トゥードゥリスト管理アプリを作成します。 シンプルで使いやすいインターフェースでタスクの作成、顔料、削除など基本操作を実装します、はい。開始してもよろしいでしょうかというのが出てきます。で、さらにですね、下にこんな機能もどうですかというのが出てきていますね。例えばタスクの締め切り日設定とか、タスクの優先順位付け、またタスクのカテゴリー分類、基本機能だけではなく、こんな機能もいいんじゃないかというサジェストもしてくれるんですね。 これもすごく便利な点ですね。しかも日本語で出してくれるのがかなりありがたいです。これ、ボルトになかった機能ですね。じゃあ、これも全部選択していきましょう。こちらでまた紫ボタンを選択すると、この内容をもとに早速制作に取り掛かってくれています。どん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 作っていますね。もう行動ですね。こういうの今まで書く必要があったんですが、もう必要ありません。 コードを書いてくれています。もう何も動かしていません。もう今自然言語でこういうのが欲しいよって言ったら AI がもう書き上げてくれて、あとは完成品を元に私たちが修正を加えていくということなんですね。こんなことをやっているよというのがここに表示されています。で、たまにですね、質問なんかも来たりするので、まあそういう質問とかがあったら答えていくという感じですね。 もう私たちは特に何もせずに何かお茶でも飲んどけばアプリができるよという感じでこんな簡単でいいんでしょうかね。で、ね、プログラミング言語どれぐらい入ってるのかというところなんですが50個以上入っているんです。 python とか JavaScript とか、もういろんな言語はもう入っているので、特に追加していくとか、まあこういうのないから作れませんといったようなことは、まあ複雑なものだったらもしかしたらわからないんですが、まあ基本的なアプリは作れちゃいそうです。はい。じゃあちょっと確認をすると、お、もうできていますね。タスク入力してみましょうか。じゃあ YouTube の編集で追加していきます。はい。そうすると YouTube の編集追加することができました。 じゃあ、こちらですね、ポチッと選択をしてあげると、おこんな感じで消すことができました。ここで少しお知らせです。ミキミケエブスクールの公式 LINE にご登録いただくと、限定勉強会にご招待しています。チャット GPT だったり、キャンバー、ミッドジャーニーなど、いろんなテーマで1時間深掘りする充実のレッスンになっています。YouTube ではお伝えできないような内容なんかもご紹介していますので、スキルアップしたい方、ぜひご参加ください。 毎月2回ぐらい行っています。またですね、勉強会だけではなく、公式内にご登録いただくと、厳選 GPT 図集や DARIS3 で使えるプロンプト集など、豪華プレゼントを配布中です。詳しくは概要欄、コメント欄からチェックしてみてくださいね。じゃあ、OK と入れていきます。基本的なものを作ってくれていたので、そこにさらにタスクの締め切り設定の機能を追加してくれています。 めちゃくちゃすごいですね。本当にエンジニアさんと話しているような感じですね。日本語でちゃんと待ず基本機能ができていますかというのを確認して、それをもとにじゃあ次この機能を追加していきますねと。これね、どんどんやっていることも出ているのでわかりやすいですね。ちょっと英語でわかりにくいよって時は選択して、私は Chrome 使っているので、これで翻訳機能で。 何なのかっていうのを見ることができます。今タスクができたので見てくださいと、リプリットイージェントから来ましたので、じゃあサムネ作成にしていきましょう。で、カレンダーマークを押すと、この感じで日にちと時間を入れることができますね。で、こちらで追加をします。そうすると、こんな感じで画面が切り替わって、サムネ作成。そして期限も追加することができました。じゃあ OK と入れていきます。 はい。そうすると、また次の作業に取り掛かっています。まあ、こんな感じでいきなり全てが出来上がるわけじゃなくて、ちょっとずつ確認を挟んでくれるというのもいいですね。で、次はタスクの優先順位付けです。この機能を今実装しています。おーコードを走らせて作成していますね。 もうコードが分かる方は、あこのコードを使ってるのかとか、まあ、こういうのも見るのも勉強にもなりそうですね。で、ちょっとですね、やっぱ作るのには時間がかかりますね。まあ、とは言っても、今ね、最初に作り始めてからも5分も経っていないんですが、先日ご紹介したボルトですね。ボルトはあっという間に制作することができたので、スピード重視という面では、ボルトの方が早いかなという感じではあるんですが、 まあ私的にはですね、十分な速さかなと思うんですが、ぜひですね、この速さも皆さんこう比較してやってみてください。はい。では出来上がりました。追加の機能ですね。締め切り日、優先順位、カテゴリー分類追加されていますね。じゃあ動画アップ。で、日にちを決めて、優先度もここに追加されています。で、ここにカテゴリーですね。こちらも追加されています。はい。で、追加という風にすると、こんな感じでタスクを追加することができました。 結構細かく調整ができますね。これがちょっとボルトとの違いかなと思いますが、後ほどですね、ボルトとどんな違いがあるのかっていうのは見ていこうと思います。どうでしょうかもうこのクオリティのものをわずか5分程度で作ることができました。はい。ではですね、また違うアプリも作成していきましょう。こちらを使えば複雑なアプリも簡単に作成することができます。おうちマーク押します。 はい。次はですね、一つの商品特化型の EC サイトを作ってと入れていきます。で、こちらでビルドしていきましょう。EC サイトなんかも作れたらすごいですよね。どうなんでしょうか。こういうのも作成ができそうな感じがしますね。もう今考えて作っています。どんな EC サイトを作りますかというね、質問が来ました。例えば商品ですね。支払い方法、在庫管理とか。こういった質問が来ましたので、 では、商品はアクセサリーで、決済方法はクレジットカード、在庫管理は必要と入れていきます。で、結構ですね、まあ、こういうシンプルな文章でも、リプリットが考えて、いろいろ質問を投げかけてくれたりするんですが、どういうふうに指示を出せばいいのかっていうところが結構難しいですよね。まあ、ざっくりとした内容だと、こんな感じでもうちょっと細かく教えてくださいというふうに出てくるので、かなり細かく指示を出したいよ。 ただその文章を書くのがちょっと難しいというときはですね、チャット GPT の GPT 図を活用していきましょう。これで、ね、私が今回考えたのが、リプリットエージェント用のプロンプト作成くんです。こちらにどんなアプリを作りたいかという概要を入れるだけで、この GPT 図が詳細を詳しくプロンプトとして出してくれます。どういうプログラミングの言語を入れれば、こういうものが制作できるのかとか、素人から見るとわからないですよね。 そういった指示なんかも、こちらの g p t 図で出すことができるんです。例えばネットショップと、ざっくり入れていきます。ネットショップ作りたいんだけど、それをですね、どんな風に作ればいいのか、まあ、ここが素人としてはわからないですよね。そういう時にこちらの g p t 図を活用すると、シンプルなネットショップ機能の実装であったりとか、商品表示、カート追加、注文管理、ユーザー認証とか、あとはこういうコードを使ってほしいとか、 結構ね、細かく出してくれます。こういったところですね、ちょっと編集しながら入れてもいいですね。じゃあ、こちらに戻っていきます。で、先ほどですね、ざっくりと私が入れたものだと、クレジットカードをと入れたので、ストライプのアカウントを入れてくださいと出てきましたね。まあ、結構細かく、こっちも考えてやってくれるんですが、せっかくなんで、今回 g p t 図に考えてもらった内容でやっていこうと思います。はい、今作成してもらった内容でもう一回作ってみますね。じゃあ、こちらで。 作成していきます。こちらの GPT 図使いたいよという方はですね。リプリットエージェント用プロンプト作成んを作るためのカスタムインストラクションを公式 LINE で配布しています。こちら無料でダウンロードすることができますので、この GPT 図使ってみたいよという方は公式 LINE からダウンロードしてみてください。その方法は概要欄に載せておきます。ということで、今進んでいますね。これで大丈夫ですかということで、ね、質問来たので、OK というと、 イシサイトの制作が始まりました。はい、イシサイト出来上がりました。どうでしょうか。イーショップですね。プロダクトというのがあって、ウェルカムトゥーイーショップ。そしてフィーチャープロダクト。そしてジョインアワーコミュニティと。おー、いいですね。そしてカゴのマークもあります。あとは、このログインページなんかもありますね。えー、すごい。こういうネットショップなんかも作成をすることができましたね。 じゃあ、アクセサリーの EC サイトにアレンジしてと入れていきます。お、出来上がりました。が、写真は入っていないですね。もうカテゴリーは追加されています。例えば、ジュエリーという風にすると、ジュエリーのページに飛ぶことができたりとか、バッグという風にすると、バッグのページに飛ぶことができるようなんですが、じゃあ、商品数を追加してと入れていきましょうかお。でも結構こうやって細かく指示を出すと、少しずつページが出来上がっていきますね。 完了したようですが、あら、写真は追加されませんでしたね。オールプロダクトにしても、ジュエリーにしても、できませんでした。うーん、ちょっとですね、サンプルで作成したときは、こんな感じで画像を生成することができたんですが、今回はですね、ちょっと生成されませんでしたね。ここにアップロードのボタンなんかもあるので、これを追加してといったようなこともできそうです。商品を選択して、カゴに追加して、 決済をするといったようなページまで飛ぶことはできました。で、実際にですね、この EC サイトを作ってという流れだと、なんかストライプとリンクをするというのも出てきたりしたので、決済ページとつなげることもできそうです。で、最後ですね、もう完成させたいよ、アウトプット出したいよという時は、デプロイボタンを押していきましょう。こちらで4つの公開方法から選ぶことができます。まずはリザーブド VM です。 こちら専用の仮想マシン上でアップする方法です。で、一番おすすめって書いてあるのがオートスケールです。こちらはですね、アクセスが少ない時はサーバーのリソースを節約することができたり、逆に多い時はアクセスに耐えられるようにサーバーを調整してくれたりと、フレキシブルに対応してくれるモデルです。で、動きの少ないサイトはこちらを選んでいきましょう。で、スケジュールは期間限定のものとかはこちらを選択していきましょう。どれか好きなものを選んで公開することができます。 で、こちらですね、無料で使うこともできますが、料金こんな感じになっています。私は今25ドルのプランで今日は試してみました。で、今ですね、アプリを開発できる AI ツールというのが今続々とリリースされています。で、今日ご紹介するリプリト AI と、以前の YouTube 動画でご紹介したボルト .new です。こちらですね、同じプロンプトで比較していこうと思います。 ではですね、プルダウン選択や日時選択ができるお問い合わせフォームを作成してと入れていきます。名前だったりとかメールアドレスなんかも入れる箇所欲しいですね。メールアドレスに関しては確認用の欄もつけてもらおうと思います。じゃあこちらでですね、ポチッと押していきます。そうすると制作が始まりました。おポルトはもう早速スタートしていますね。 ちょっと画面が小さいので少し見にくいんですが、ボルトの方は今右の画面でコードを走らせています。何をやっているのかというのが出てきていますね。で、こっちも OK、進めて OK だよというふうに入れていきます。そうするとスタートが始まりました。お、ボルトはもう以下の機能を実装しましたと。メールアドレス、お問い合わせ、希望日時、 あとは、必要項目の入力チェックだったりとか、今 UI、UX の特徴。こデザインなんかも出してくれてるのがいいですね。あ、もう出来上がりましたね。ちょっと大きくして見ていきますね。はい。名前とメールアドレス。で、確認用もちゃんとありますね。で、お問い合わせの種類。もプルダウンであったりとか、希望日時なんかもありますし、お問い合わせ内容を入れるところもあります。 私が希望を出したもの以外のものもお問い合わせフォームで出してくれていますね。さらにデザインもなんかすごくクリーンで見やすくていいですね。絵文字があるのも見やすいです。全体的に UI がすごく見やすいというのが特徴ですね。はい、リプリットウェアもできました。お問い合わせフォーム。名前とメールアドレス確認用。あとはお問い合わせの種類ですね。そして希望の日時が出来上がりました。 ポルトと比べると結構シンプルですね。アイコンがなかったりとか、欲しいよと指示したものだけが出来上がりました。じゃあこんな感じで内容を入れて送信という風にすると、はい、お問い合わせありがとうございました。という内容が表示されました。じゃあ出来たんですが、管理側の画面的にはどうなっているのでしょうか じゃあですね、この管理画面も見せてと入れていきます。ね、これお問い合わせしたはいいですが、どこに入ってるのかというところがわからないので、ちょっとね、見せてというふうに指示を出してみると、はい、今追加いたしますということで、ちょっと今待ってくださいと出ました。じゃあボルトもやっていきましょうか。じゃあこちらボルトも入力していきます。はい、そうするとお問い合わせを受け付けましたと出るんですが、こちらも管理画面見たいので、 はい。管理画面を見せてと入れていきます。はい。そうすると、今、お問い合わせフォームをデータを管理できるラッシュボードを実装しますと。今、作成していますね。 こんな感じでですね、欲しいなと思ったものとか、こういうのもないとダメだなとか、作ってみて気づいたこととかも自然言語で指示を出すことで、どちらのサービスも作成をしてくれています。スピードで言うと、ボルトの方がちょっと早いなというのと、デザイン面で言うと、ボルトの方がちょっと上かなという感じなんですが、ちょっとどこにあるのかがわからないので、質問を出している間に、ちょっとボルト見ていきましょう。ボルトは、データ管理のやつとか、検索機能とか、 こういうのを追加しましたよというのが出ましたね。ここにボタンが追加されました。何が追加されたかとか、こういったのもボルトの方が見やすいですね。管理画面という風にすると、こんな感じで回答が来たよというのを見ることができたりとか、あとはステータス、未対応とか対応中、完了。まあ、こういったものもですね、もう勝手に追加してくれています。 あとは検索機能とか、これ一個指示出すと、それに付随した機能っていうのを3つぐらい実装してくれるので、それがすごくいいですね。リプリット AI ももちろん制作はできているんですが、ちょっと複雑な感じがしますね。あウェブサイトが表示されない問題を修正しますということで、うーん、そうですね。 こっちもですね、いろんなことを指示できるし、細かく調整をしてくれるんですが、どっちかというとですね、私の感覚で言うと、ボルトの方が、うん、まずかちょっと使いやすいなという印象がありますね。リプリットエージェントの方はいろんなことが、もうね、もう使いこなせるようになるとできるようになりそうなんですが、初心者にはちょっとまだ複雑かなという感じですかね。あ、できましたね。 ちょっとこの回答も英語なので、これもちょっといちいち翻訳しなきゃいけないのがめんどくさいかなという感じなんですが、またちょっとお問い合わせフォームが表示されましたので、はい、こちらで送信してみます。はい、お問い合わせを受け付けました。出ましたが、戻るを押すと、あら、管理画面はどこから見えるのかなはい、管理画面はどこから見えると聞いてみました。 ちょっと画面が小さいから見えないわけじゃないですよね。うーん。あ、管理画面は URL からアクセスすることができるんですね。これか。あ、ここですね。ここにこの URL をプラスすると、ここだけ URL が出てるんですが、これの前は何だろうな。見えなかったので、管理画面の URL を全部教えてと入れていきます。うちのボルトの方は管理画面みたいなボタンがあったので分かりやすかったんですが、 少しだけちょっとめんどくさいなという感じですね。まあ、ボルトのように、このユーザービューへとか、仮に画面へ、こんなボタンをね、切り替えることができるとすごく便利なんですが、ちょっとですね、複雑だなという印象です。どちらもですね、アプリを制作することができるので、まあ、ご自身のスキルとか、やりたいことに合わせて、どっちがいいのできるのかなというのを比較してみると面白いかなと思います。私が今回作ってみた感想で言うと、ボルトの方が、 やっぱりちょっと初心者には使いやすいなという印象でした。スピードも速いし、細かいかゆいところにも手が届くというところがすごく良かったです。結構今アプリも開発できる AI ツールの元祖といえば ChatGPT ですよね。右見ゲームスクールではゼロから始める ChatGPT プロンプトエンジニアリング講座をリリースしています。こちらの講座ではですね、ゼロから ChatGPT の基礎を学ぶことができる講座です。 最初は3時間ぐらいの講座だったんですが、現在は8時間半を超える講座になっています。24セクション184レッスンというかなりレッスン数多いんですが、1本の動画を2分から6分ぐらいにまとめています。なので、もう移動中だったりとか、子育ての合間とか、あとお仕事の終わった後とか、隙間時間で勉強できるレッスンになっています。現在900名以上の方にご受講いただいています。で、この講座では、 チャット GPT の仕組みや基礎をマスターすることができたり、そこからもっと先、もうプロンプトというのがすごく大切になるんですが、プロンプトをどのように入れれば、思い通りのアウトプットが出るのか、応用テクニックだったり、あとはプロンプトエンジニアリング、ここの考え方をしっかりと抑えることで、これからの AI 時代、より深いスキルを身につけることができます。またですね、チャット GPT の最新アップデートにも対応しています。 で、今日ですね、ご紹介した g p t 図ありましたね。えこちらのリプリットエージェントというプロンプト作成群。こういったですね、g p t 図の作り方なんかもこちらの講座で学ぶことができます。g p t 図作る時のポイントとか、こういうの気をつけましょうねというところもご紹介しています。私はね、この方法を使ってもうたくさん g p t 図もう自分でカスタマイズして作っています。 あと、チャット GPT 上で画像を生成することもできるので、思い通りの画像を生成するためのポイントなんかもご紹介しています。で、講座内でわからないところは私に直接ご質問をいただくことができますので、何かわからないことがあればお気軽にご相談ください。まあ、個人的なご質問の中にお答えすることはできないんですが、講座内のわからないところなんかはお気軽にご質問いただければと思います。で、この講座は買い切り制です。 も結構ですね、更新なんかもちょこちょこしていますが、一度ご購入いただくと、ずっとご視聴いただくことができるんです。今ね、チャット GPT どんどんアップデートされていて、1年経つと全く別のツールになっています。なのでおすすめの受講方法としては、まず1回、まるっと50個いただいて、1年後にまたゼロからご視聴いただくと、チャット GPT のスキルをしっかりとアップデートしていくことができます。 気になる方は概要欄、コメント欄からチャット GPT 講座チェックしてみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか本日は高品質なアプリが簡単に作れるリプリットエージェントについてご紹介をしていきました。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミケーブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございます。 メキメキウェブスクールの LINE お友達登録で今、豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版おすすめバズワード集や、チャット GPT 本当に役立つ厳選 GPT 図10選、完全攻略ダリスリーおすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や、キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。 LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中ですぜひチェックしてみてくださいね